後武装で更新する防衛大学校本科学生防衛大学校本科学生の制服とは防衛大学校の本科の学生が着用する制服である防衛大学校本科学生の制服については自衛隊法第33条自衛隊法施行規則別表防衛大学校学生及び防衛以下大学校学生の服装に関する訓令及び 防衛大学校学生服装催促等により定められている。男子である学生の服装は次の通りである。なお、研究科学生の服装は一般の自衛官のそれに同じなので、軍服参照。上層では、色合い、爪襟という形状等の点で、旧海軍の海軍兵学校における制服に共通点が見られる。他方、おつぶそう、作業服装では、 陸上自衛隊の作業服、戦闘服との共通点が見られる特色がある。航空自衛隊的要素はジャンパーに見られる程度である。上層は、冬服に関しては、海軍兵学校の制服デザインとの類似性が見られる。冬服冬服は、10月翌年5月まで着用する。アンダーウェア等に関する規定は、特にない。縦入りカッターシャツ、セーター等を、 制服の下に着込むことは許されている。夏服夏服は6月から9月まで着用する。公的な場合は第1種を、その他の場合は第2種を着用する場合が多い。外出はどちらでも可能である。第1種は暑いが第2種のような着こなしの煩わしさがないため一部の学生には好まれる。下着が透けるのを防止するため、 薄手のズボン下を着用するのが常である。聖望は、防比多いをかけるか、夏用聖望を着用する。単靴は、海上自衛隊幹部のような白色のものではなく、冬服と同じく黒色のものを着用する。そのため、靴摘みで裾が汚れるのを嫌い、短めに裾上げをする傾向がある。第1種夏服第2種夏服階層の、第3種夏服に類似した服装。 防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生の服装に関する訓令では、配越または参加のため公居に出入りする場合、公の儀式に参列しもしくは、校の荘園に出席する場合または、その他学校長が儀礼上必要があると認めた場合には、校武装をする場合を除き、礼装をする。また、観光葬祭等にあたり必要がある場合には、校武装をする場合を除き、 礼装をすることができる。大悟にあって、公の儀式に参列する場合は、公武装をする。これに加えて、関越式または儀場を行う場合等には、学生大学生長、大大学生長、中大学生長は、儀礼等を、学生大爆料、大大爆料、大大機種は拳銃を、国旗護衛学生、公記護衛学生、その他の学生は十四式小銃及び銃剣を、 携帯する。陸上にあって、訓練を行う場合は、おつ武装をする。なお、必要に応じて作業棒に変えて、鉄棒用厨房または鉄棒及び、鉄棒用厨房を着用する。対外的に所属を明らかにする必要がある場合等、必要に応じて、襟に襟章をつける場合もある。いわゆる普段着である。様式は、陸上自衛隊の作業服に同じ。各種作業。 会場にあっての訓練、服装を汚す、可能性のある、講義の際も着用する。左胸ポケット外に定められた様式の布製名札を縫い着する。校内服装1976年に制定された。防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生の服装に関する訓練、第12条に定める特殊服装であって、 防衛大学校学生服装最速第4条に基づく校内服装である。冬服着用期間の簡便な服装。上着、バンドのみ、炭性色。ズボン、棒、ネクタイは紺色。短靴または、半長靴を履く。訓練服装上層、後武装、おつ武装及び、作業服装以外で行う訓練時に着用する服装。各自衛隊で使用されている。 各種服装や個人装具が対応される場合もある。体育服装体育の授業で着用する。いわゆるジャージである。ズボンのゴム紐が緩むので、半長靴の紐を入れて締められるように工夫している。学生も多い。患者服装医務室入室中のパジャマである。特殊礼服装防衛大学校学生及び防衛医科大学校学生の服装に関する訓令。第12条に基づく。 特殊服装で、防衛大学校学生服装最速第4条に、基づく服装である。教育訓練等のために必要がある時に用いる。海軍兵学校生徒の制服に類似しており、冬は、濃紺色、夏は、白色の5つボタンの爪襟型タンジャケット。冷房として、島織金線の顎紐をつけ、鳩及び硬貨を桜で包容した、刺繍性防傷をつける。 礼服養殖書を付ける。これらの被服は、平常は対応されず、海外派遣学生などが必要とする場合に、厚生化からレンタルする形をとっている。ジャンパー及び、セーター校内服装を着用しているときまたは、作業服装をしているときには、校長が定めたジャンパーやセーターを着用することができる。ジャンパーの形式は、航空自衛隊の作業服外衣いいに似ているが、 色合いは異なる。定められてはいるが、支給されないので、湿費で購入したり、先輩のお下がりを使用する。紺色布製の,のトレンチコート。腰部には、とも切れのベルトが付く。爪襟の制服に合わせ、襟の上部を締めるホックがついている。無色透明の防水用ビニール製ズボン及び防具、応用着用することができる。OD 色のゴム引きの甘い。お部掃除に着用する。 全面に2列のボタンが並んだ帝国海軍のフロックコートに似たコート。重たくかさばる割に暖かくないので不評。交友会活動時や自主トレーニング時等は私物のジャージ、トレーナー及びユニフォーム等の運動に適した服装が認められている。学生車内にある場合や教官の許可がある場合はスリッパまたは作業靴を着用することができる。原則として 校内での私服の着用は禁止されている。外出時は、制服で外出し、下宿と呼ばれているアジトで私服に着替えた後、街に繰り出すことになる。一学年は、外出時も制服の着用が義務付けられている。1992年度に女子学生が入学することから、女子学生の制服も制定された。冬用は、紺色のダブルの6つボタンのスーツ型制服。 夏用は、ベージュのシングル4つボタンのスーツ型制服か、ベージュのシャツ型制服という独自のものだったが、2003年に男子学生に類似のものに改められた。終盤学生、教務班及び語学班長の勤務番長は、高さ10センチメートル、横42センチメートルのものに応戦が入る、形状である、右腕に着用する、防衛医科大学校でも、 同様に制服が定められている。男子学生の制服は防衛大学校のものと基本的に同じである。一方、女子学生の制服は防衛医科大学校の独自のものである。ありがとうございます。